やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。こんにちは、スタメンジャパンです。ちょっとシャルリスナーの皆さんと話したいことがあって、緊急で配信回します。いやー、あのね、 LINE でシャルルとね話したんだよね。で、まずシャルルはダイエットはしたいんだって。スタザップは続けるんだって。じゃあ分かるよ。いや、シャルリスがそうなってるのは分かる。俺はシャルル氏と LINE をしまして、この LINE で判明したんだけど、もう炭水化物のオンパレードになってなくて、タンパク質はあんだけ取れ取れと、胸肉を食べろと、プロテインを飲めよって言ったんだけど、1日 20g しかタンパク質を取ってなくて、もう白米と、もううどんパスタしか食べてなかったんだよっていうのを白状してて、彼は、いやいや違うよねっていう、トレイに行ってんだよねっていう、痩せるはずないやん、それで。まず最新のシャルルの動画を見てほしいっていう連絡が何件か来て、そっから見てこう。明日スタミとジム。俺ね、パーソナルジム3回目てる。でも俺にジムは効かんぞ。俺にジムは効かんぞ。かっけえな。俺の磯辺揚げをなんかグダグダ言って。よくないもう。見たまんまで揚げてね、これ。もう揚げてあるよね。パスタ食ってないよ。タカヤの妄言でしょ。これもクリップで見たね。よいしょ。よいしょ。ひでえな、こいつ。こいつはひどい。よく考えてみてくださいよ。俺がポットフライを食べて一人で全部食べたわけじゃないでしょ。我々はパスタの話をしています。これ動画編集はかなりこっち寄りだな。ボコシにかかってる。そんなカリカリ絶対シャルルがこれ動画のゴーサイン出してないだろ。動画編集のあれだろ、暴動でしょこれ。カリカリ。美味しかった。なんか肉食いてえなって思ったら、鳥皮とかぼんじり食べないならありだよな。米もあのようなら問題なかろ。ちなみに米2杯食べたよ。焼肉行って1杯ってあるの？いや、彼は自分ルールが多すぎるって。俺を進行しろって言ってるのに。俺この企画は米食べ放題って、なんか炭水化物食べ放題って聞いたんですけど。言ってねえよ。言ってでねえよ。パスタは低GI だぜ。これも LINE で言ってたんだけど、低GI と脂質制限を混ぜると、まずその GI 値で言うと白米ってめっちゃ高いから、もう白米が食えなくなってシャルル自身が死ぬけよね。自分の首を絞めるぞ。低GI 食品プラス脂質制限を同時並行するってなると自分が苦しいだけだからね。これスタザップを中絶でやると多分心が死ぬ。スタンミは結構モデルになるっていう目標があったから、多分結構あんなにそういう気にできたと思う。違うよ、めっちゃ甘くしてるって。相当甘いくしてるぞ俺。いや、それも間違いない。でもそうやそう。今回の感じだったら大丈夫だと思う。今めっちゃ健康だよ。これ LINE でも言ってた。何基準なんだろう、体で感じるんだから。めっちゃ健康的だよ。体が健康って分かる。ちゃうねん。なんかね、俺は腹減ってたらすぐ食べたいんだよね。待って、名言集になってる。名言集になってる。に米が体に悪いわけないじゃん。あんなにうまいんだから。食いながら健康になれる。食は健康になれます。食べることは幸せです。どうしよう、これでなんか健康診断行って、ああ健康的になってますねって言われたら、羨ましくない？羨ましくない？すごい性格してんな。楽観的すぎるでしょ、プラス思考すぎるわ。いやもう本当に死んじゃう。ねえ、なんか俺のさ、YouTube でシャルル氏のその虚偽報告をしてたっていう動画を上げたら、シャルルと一緒にダイエットを始めたっていうやつらがもう
キレっててコメントで。暴言なのよ、もはや。あまりにも行き過ぎてるコメントをバンスで配信します。すごいよ。この上位の方って、なんかまともなコメントだから、過激なコメントってないんだけど、自分を擁護するだけの語彙力爆発するのもろすぎ。この動画のコメントバカ多かったからね。俺のコメントって、いつも再生数飛んだやつでも200件とかなんだけど、これ、コメント数が600件来て。ガチで多い。ひどすぎる。マジで糖尿で失明してモモクロールやってほしい。はい、削除。おい、削除です、君は。ダメだよ、ほんとに。行き過ぎだよ。下に行けば下に行くほどね、心ないコメントが増えてくんだよ、YouTube っていうのは。こんなに人の話聞かない人が。ちょっと尖りすぎてる、これ、これダメ。長い付き合いやし、こうなるの分かったらと思ったんだけど、思ったより早かったわな。お前早い。シャルル駅長いな、お前。これ、精鋭の顔してる。もう、死のこのお前。おい、動画編集、お前が削除しろやこんなコメント残しとくなバカがもう死のう許されるはずないだろ。この前、シャルル氏と LINE を、まあ、20分ぐらいずっと LINE をしてて、さっきも言ったんだけど、シャルル氏は、スタートアップはする気あるんだって。そこから、まあ、食べれるご飯とかいろいろ質問されて、まあ、チーズって永遠にダメなのとか、月1とかで食べちゃいけないのって話があったから、まあ、脂質制限って、前も、これ何回も言ってるんだけど、リバウンドしにくいっていうのがメリットだから、すげえよく頑張ってんなって思ったら、2週間に1回ぐらい食べてもいいと思うよっていう話をしたり、チーズの話で終わると思ったんだけど、あ、じゃあ次はホルモンはって話になって、まあまあまあ、ホルモンも、まあ、部位によるからちょっと調べてみてねっていう話をして、で、次、ああ、まあ、我々、まあ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 、2個ぐらいやったらいいかと思ったんだけど、じゃあ次、パスタってオリーブオイルで作ったら問題なかったりしないのっていうコメントが、まあ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 、まあ、パスタ。まあ、パスタ、オリーブオイルで、って話来て、オリーブオイル関係なく、まあ、グルテンある程度絞ろうっていうところで、まあ、パスタは今回やめにしとこうっていう。まあ、白米 OK 出してるしね。白米 OK のダイエットってもうなかなかないから、なんか麺類が食べたいらしいんだよね。麺類が食べたいっていう質問がこっからするとしばらくあって、うどんもダメなの？カレーうどん食べちゃダメなの？正直、米ばっか食べるの飽きた。コンビニのカレーうどんは、カレーだしのうどんだったから脂質が低いんじゃないかっていう話が来て。ちょっとお前、甘えすぎなんじゃないってことで、もう自炊だったらいいんだけど、まあ、コンビニのカレーうどんはダメって言ったの。それはダメだよって言ったら。おいおい、何も食べれねえじゃねえか。まあ、海鮮丼とか蕎麦とかあるよって言ったら、そんなのループしてたらすぐ飽きる。こいつ本当に、今見ると本当にやばいな。海鮮丼食べれないわけじゃないんだけど、すぐ腹減る。食ったきせん。やっぱ油や。言うてダイエットはできてると思う。食欲があまりわかない。あんまり食べなくなってきた。もう絶対嘘。もう絶対食ってろ、お前は。これは、俺は、どうしようかなっていう。これ、なんかロルに例えたら、例えば俺が、シャルシジャングル教えてよ。でも俺、ファームジャングルしかやりたくないんだよね。ああ、じゃあ、マスタイとか縛られるよ。ああ、でも、ドラゴンとか、ペラルドも取りたくないの。ね、タワーとかも触りたくないんだよね、みたいな。でも俺は、ジャングルやりたいんだよ、シャルシ。ジャングル教えてよ、みたいな。イメージかな。ね、これをシャルシに言ったら、あ、俺はそんなことをしてたのかってなってくれるかな。いや、タカヤ。お前よく飯に行くんやろ。シャルルに対してタカヤは言えんの？ものを。もはやタカヤが止めてもいいんだぞ。シャルルがパスタを目の前で食いそうになったら止めてよ。タカヤの言うこと聞くわけないだろ。誰の言うことだったら聞くんだよ。ボディービルの正式に出たパーソナルトレーナーに筋トレについて語ってたんだぞ、シャルルは。誰連れてきたら話聞くんだよ。雷神あんのかな、そういうの。捨てんの早そうだけどな。一瞬でギブしそう。いや、俺的にも、なんか、
健康な太っちょっていると思うの？一回死にかけた太っちょっていうのはもう痩せるしかないと思うんだよね。てか他の配信者の太っちょ枠の人もお医者さんにストップというか健康被害が出たら結構素直にダイエットとか頑張ってるんだけど、きょうちゃんもアリケンもやってたよね。逆にそっちか。待って、ちょっと見開けてきたか。マッチョに言われても響かない、医者に言われても響かない、仲間に言われるのが一番なんじゃない？多分仲間だと思ってないよ。多分仲間だと思ってないよ。マジで思ってそう。マジで思ってそうだな。いや俺あそこまで太ってないけどとかマジ言い出しそう。怖っ。仲間だと思ってこっちは呼んだのに、なんか実際宅に座らしてみ、座らしてみたら、え、なんで俺この宅に座らされてんのみたいな顔しそう。ほんとおもろいな、シャルル氏って。フクロウから来てたわ、また内通が。魚の油なんて食べたら闘争心が老いる。嫌いっていうか、いい油まずいはすまん。闘争心が老いる。何と戦ってんだよ、ビーストシャルルは。何、本当に何言ってんの。その闘争心をダイエットでやってるより死ぬんだから。いや彼伝説だわ、すごいよ本当に、無敵だもん。